シタグリプチンリン酸塩水や獲物は DPP-4 阻害薬に分類される蛍光血糖効果薬である。DPP-4 はインクレチンの分解に関係する酵素であり、これを阻害することで高血糖時のインスリン分泌を高めて血糖値を低下させるので二型糖尿病の治療薬として利用されている。GLP-1 アナログ製剤であるリラグルチドと 同じく、インクレチン関連薬の一つであり、SU 剤に代表される、蛍光血糖効果薬に比べて、低血糖のリスクが少ないとされる。上気道感染症、尿路感染症の副作用が3%に見られたが、水肥兵の軽減の結果か、ホマベータやプロインスリン、インスリン比を改善した。頻度の高い副作用としては低血糖、下痢などが知られている。 2007年10月、アメリカで承認された後、2009年9月、欧州で承認された。2009年10月、日本国内で承認され、小野薬品工業からグラクティブとして、MSD 株式会社からジャヌビアとしてそれぞれ発売された。下グリプチンは、ジペプチジルペプチダーゼマイナス4の強合阻害薬で、ある。DPP マイナス4は、 食事に反応して分泌される、インクレチン、すなわち GLP-1 及び GIP を分解し失活させる。DPP-4 の阻害により GLP-1 及び GIP の失活が妨げられると、それらのインスリン分泌促進効果並びにグルカゴン分泌抑制効果が増強され、高すぎる血糖値が正常域へ低下する。血糖値が 正常域に達すると、インスリンとグルカゴンに対する GLP-1 及び GIP の効果は薄れるので、過剰な効果は他の一部の蛍光血糖効果薬よりは少ないとされる。重大な副作用として添付文書にはが記載されている。知見で観察された副作用は11.2%で、胆剤あるいはメトホルミン、または ピオグリタゾン併用で偽薬より発現率の高かったものを列挙すると大きい風様症状、光過敏症であった低血糖の発現率は偽薬との間の優位さは認められなかったいくつかの製造販売後調査で DPP-4 阻害薬を使用した患者の水塩について報告されており米国の添付文書には警告が記載されている日本の添付文書にも 上記のごとく、重大な副作用として明記されている。しかし、DPP-4 阻害薬と水炎の因果関係は、未だ完全には立証されていない。2009年に発表されたラットを用いた実験では、下グリプチンには水炎、または水がんの発現リスクがあり、メトホルミンを併用すると、リスクが減少すると結論付けられたが、臨床的には、 DPP-4 阻外薬服用患者で水岩が,が増加したとの報告はない。重篤な関節痛を引き起こす可能性がある。腎不全や過敏症状が稀に発生することが添付文書に記載されているが発生基準は解明されていない。ありがとうございます。